じゃあマスターとです、ユのダイエットの食事となりました。感謝いたします。ではお祈りいたします。天の父の神様、ユの糧を感謝します。用意された妻に、感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、もうダイエットじゃなくて、ダイエットでもうダイエットどころじゃなくて、ね、食べる、はい、もうはい、これ本当ダイエットですか。はい、ダイエットで今、はい、ダイエットもうもらって先ほどまで、はい、ちょっと少しダイエットにしました。ダイエット夕食に、はいはい、卵今日は2個目ですダイエット、はい、もうサラダもお昼たっぷり食べましたので、ちょっと少なめにしています。いただきます。まあ中には1階に一食で3食分食べるお兄ちゃんがいましたけど、まあいろいろこのあれですね、サラリーマンじゃないですので、そういうびっくりしましたけど、一食すぎも弁当3つぐらい食べるんですかね。2つ若い兄ちゃん20代30代卵は1日に1個3個も食べてもいいかもからなんですけど、ちょっとバランスが悪いですね。体重計が壊れて、もう体重計ダイエットじゃないですけど、はい、納豆です。朝とお昼をしっかり食べていますので、3、4、3ですかね、量的に。もうお昼は、ね、まあ、しっかり食べて、ちょっともう朝も控えめ、夜も控えめ、昼はまあ4、そうですね、どうしても夜がまたおやつが来ますので、なるべくおやつとまたこれとまた違いますけど、今度新しい体重計購入しての体重測定がなかなか、体重計を購入するタイミングが、機会が、
悲鳴を上げてますね。その前に先ほど妻の作ったのちょっとダイエットしましたので、はい、少し8時10分です。ちょっと量をちょっと制限しました。もう65%、24度超えてますね。なかなか食生活が基本ですね。もう立った方がいいかもか。はい。腹八分かな。フランス料理のコースはあれですもんね。ちょっと少なめにで品数が多いイメージがしますけど、でもお腹いっぱいになりますね。まあ、時間かけて普段の夕食はまたそれとは違いますけど、そういう特別な若い時はもう、今でもそうですけど、中華料理若い時はもう食べますね。もう、まあ、20代、30代、もう、40代、50代、60代。あれですね、もうそんなに。まあ、一気に食べたら、2、3キロ太りますね。もう中華の時は、今はあれですかね、コロナになってまあ中華はあれですけど、あのそういう若い時は中華はもうこれもあれもあれもこれもってから結構食べますね。はい、うん、今日はちょっと鍋物を3杯おかわりしましたけど、今日はちょっと納豆ですね。ちょっとサラダをセーブしました。サラダとニンニクですね。はい、ほぼ鮭をちょっと明日のに残しました。鮭をまあ少しお裾分けしましたけど、卵と、ハムですかね、ハムの卵焼きで妻には感謝します。今日はあの昨日もダイエット夕食ですけど、体重がちょっと気になりますね。55キロを超えないように。身長が59ですので、何時ですかね、まあ、結婚するまでですね、多分30代ですね、30代になって身長が60の、59、60の体重が60、ちょっととはあれですね。もうやばいですね。1m60 もないのに体重が60超えたらちょっときついですね。重たいですね、動きが。53になったら少し軽いですけど、もう55、56になると
ちょっとあれですね、動きが鈍くなりますね。ちょっとあのもう体重のやっぱ軽いと身軽ですけど、もう重たいと、特に、ね、腰を痛めて腰に負担がきますね。今日はだいぶ妻にあのアドバイスじゃないですけど、協力に依頼をしました。あれですね、はい。納豆、最近は本当に納豆パンを1個食べて、それからご飯になって、もうゆるゆるゆるとパン1個が誘惑ですね。パン1個、どうしても洋風にパンが欲しいなと思ってパン食べて、その次は丼がもう出てきますね。もう、ちょっと、黄色し赤信号になって、もうちょっと食べない、少しやっぱあれですね、抑えたらダイエットしたら そこで済みますね。まあ、おやつも食べますけど、その代わりおやつも、お腹いっぱい食べて、それでもおやつ食べたら、ちょっと昨日はおやつはしてないですね。今日はちょっと昨日はもうおやつも予定してましたけど、そのまま寝てしまったですね。今日は、まあ明日が休みということで、あれですね、ちょっと気持ち的に、昨日本当に、ね、今8時で 寝込んでしまって、寝込んだ時間で寝過ごしてもう疲れで、月曜日ですね、今日火曜日ですので、月曜日で休み明けで9時過ぎに行ったら、もう目は覚めたんですけど、起ききれなかったですね。今日の6時半過ぎですね。今日10時出勤です。6時半にやっと起きたですね。夜中目覚めたんですけど、まあ結構10時過ぎ、夜中、片付けしないといけないなと思いながら、起きてなかったですね。今日はきちんと片付けて、昨日もユンタクライブ、ドタキャンというか、お休みさせていただきました。一生いっぱいですね、常備して今日頑張って、今日しないと、もう負け越しというか、まだ1勝2敗ですね、負けが先行してしまいますね。まだまだ勝ちと負け、タイですけど、負けの数が、今までの成績で2勝5敗、3勝4敗、勝ち越ししたことないですね。まあ1週間の取り組みを相撲になぞらえて、あれかな、十両幕の下ジョニーダンも7勝から取り組みですかね。普通の場所は15日ですけど、だいぶ下の方になると、7つの取り組みかな、そういうことが、まあ記憶されますけど、はい、はい、今日なんとかもう思い切って食べようかなと思ったんですけど、もう鬼になってダイエットになりました。はい、早くあれですね、体重計を購入しないといけないですね。ちょっと体重計が壊れて、もう1週間2週間、体重はどうかな、55個ですね。増えるのは簡単ですね。あっという間に増えますね。なかなか体重の、落とそうと維持するのがダイエット、あれですね、ダイエットっていうのはなかなかあれですね、キープするの難しいですね。もういつからですかね、このちょっとご飯に、納豆をしましたですね。朝はバナナダイエット、あれはどうですか。私もしてますけど、効果あるかどうか分かりませんけど、まあいろいろ試行錯誤して、まあ、3食食べて、なるべく量減らし、量なるべく量ですねまあ、バランス的には 3-4-3 ですね。 3-4-32、2、3、3か、やっぱ夜もパワフ
朝もしっかり、まあ、食べて、ヨーグルト、サラダ、コーヒー牛乳、しっかり、あれですね、サラダ食べて、ヨーグルト食べて、昼はあれですね、この ご飯ですね、今もほとんど冷凍のピラフに、あれですね、あの揚げ物、冷凍食品、で、あれですね、乳酸ヨーグルトはですね、ほとんど、まあ、サラダが出てきますけど、まあ、そうですね、夜もサラダ、まあ、そんな感じで、はい、まだまだコツコツダイエットをするしかない、 なるべく気がついたら、以前本当にあれですね、食べたいなと思って、それから本当に本当にあれですね、ちょっと菓子パン少し、まあ本当は食べたいですね、そういうことですけど、おやつもだいぶこの以前のをびっくりするほどおやつも食べましたけど、なんとか、急に減らすのはあれですね、反動が来ますので、徐々に、今日は昨日は、あれかな、美味しい、まあ、美味しいからですね、鍋で3杯も3杯かおかわりしたか2杯かな、一気に進みますね、今日も、はい、感謝いたします、つまりは感謝いたします、はい、だいぶあの提案をしましたけど、ディスカッションですね、提案をしましたけど、はい、まあ調整しています、そうですね、まああれですね、自分の体ですので本当にあれですね、気をつけないといけないですね、本当甘いのはですけど、まあ甘いのもなるべくセーブしていきたいと思う、糖尿病も怖いですね、本当は本当も糖尿病も今あれですね、今日は今日薬ですね、前頭肥大の薬ですね、もう前頭カウントまた忘れてですね、15回以上本当に病気との戦いですね、最近あの足の痛み飲めない、ロキソニン飲んでもうあとあれですね、もう忘れた時にあもういいかって感じで、あの、だいぶ整形行ってロキソニンと胃薬も飲みましたけど、ここに3日、あのロキソニンを飲まないようにで OK っていうか、あまりずっとあれですね、もう慢性化になってロキソニン飲んでもあれですね、最近ロキソニンは、まあ、痛み止めですね、飲まなくなったですね、忘れたじゃなくて、まあ痛みはありますけど、そういうことで、もう本当に薬漬けですね、今日は泌尿科の薬は、飲まないといかないですね、2日に1回それはきちんとあれですので、痛み止めはあれですね、もう先生はもう我慢できなかった、以前はあれですね、もう風呂上がってダウンしていましたけど、最近はまだまだ風呂上がって余裕がありますので、以前はあれですか、だいぶ、痛みは走っていますけど、どうしても浴槽に入るとしゃがみますよね、そんな立派な浴槽を背伸びしてからできないですので、どうしても腰に負担がきますね、だいぶ腰に負担ならないようにはしていますけど、あれですね、最近そこまで、もう風呂上がりに痛みでもう本当に立てない状態でしたけど、今はいい、あれですね、立てます、まだ今もだいぶ足の痛みはありますけど、痛み止めを飲むほどで、ね、感謝いたします、疲労感薬を忘れていかないですね、今日15回朝5回昼です20回きちんと、1回調べる15回以上ですね、先生にはきちんと1日15回以上薬もう増えると嫌ですね量とその薬のあれでね、あの量が増えると嫌ですね、はい、もう年取って病気またダイエット日々戦いです、はい、いつも妻には感謝します、はいはい、もっと20分ぐらいになります、
ので、ちょっと今日あれですね、明日休みということで本当に、ね、お笑いが出てきますけど、はい、美味しい食事、ダイエット食事、心がけて引き続き、そうですね、もう体重計を購入しないといけないですね。なるべく早めに体重計は購入したいですね。明日後です。ダイエット、ダイエット夕食でした。本当に健康、糖尿病と本当糖尿病に気をつけないといけないですね。ちょっと私も、まあ、去年の今年かな、今年の健康診断は糖尿病でじゃないでしたので、感謝して、でも甘い、ちょっとやっぱ何でも取りすぎが良くないですね。タイプ好き取りすぎが良くないですね。まあ別に甘いのはまあいいんですけど、限度ですね。はい、マサトでした。ユンタクがなきゃいけました。マサトこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また聖書を学びたいなというお友達も募集してます、よろしくお願いします。次回も、こんばんは、ダイエット夕食で、お会いいたしましょう。島根感謝いたします。目の前にいます。はい、さよなら。マサトでした。仕上げです。パッションブルズ、シャロム、シャロム、シャロム。